キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回はテプラとゴジラのコラボコンテンツの紹介です。ご紹介いただくのはテプラ開発チームの川名さんです。川名さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。川名さん、今回テプラとゴジラという異色のコラボが実現したということなんですけれども、今回どういったコラボになるんでしょうか？はい、今回はですね、ゴジラマイナスワンがですね11月3日に公開されるということで、そのタイミングで、ゴジラ過去作も含めてですね、今回はコラボという形が実現しました。なるほどですね。こちらちょっとラベルあるんですけど、これが最新の映画のタイトル、はい、そうですね、になりますよね。はい、こういったラベルが作れるっていうことですね。はい、ありました。じゃあ実際にどんなラベルが作れるのか、これから見ていきたいと思います。で、今ゴジラの今これコンテンツのカテゴリーのところに入ってるんですけど、今回はどのコンテンツが追加されるような形になるんですか？そうですね、こちらに、今表示されているテンプレートは全て搭載されるんですけれども、はい、まずはですねゴジラの絵文字をたくさん搭載しておりますので。なるほど。もしよかったらなんか好きなテンプレートのところに、じゃあこれとか多分絵文字なんですかね？あ、そうですね、めちゃくちゃリアルな。じゃあこだわりにしてみますね。はい、これがゴジラの絵文字。はい、絵文字になります。編集ボタンを押していただいて、はい、あ、なるほど、ここにありますね。はい、その中にたくさんゴジラだけではなくて他のモンスターも同じ、これ同じところに。あ、キングギドラですよね、これ多分。そうですね、はい、はい、あ、本当だ。え、すごい、この影パターンもあるし、ちゃんとこうイラストになってるパターンもあるし、はい、であとあれなんですね、このこういうタイトルみたいな名前も入ってるし、絵文字として、はい、あとちょっとこうデフォルメの入ってる可愛らしい。そうですね、いくつかタッチが変わっているのもあるので、可愛い、はい、そこら辺も自由に選択してお楽しみいただければと思います。すごいですね。あとこっちにちょっと可愛らしいこのゴジラのデザインもありますけれども、はい、はい、これはまたゴジラの別のキャラクター？そうですね、これチビゴジラという通常の特撮系とは違うキャラクターになってまして、こっちはテレビアニメとかもやってるような。そうなんですね、はい、その別のキャラクターになります、ね、はいはい、東宝さんの映画館に行くと、冒頭のムービーで、はい、流れますよね、CM のところで。そうですね、流れますね。はい、ポップコーンを火で燃やしちゃうみたいなやってる子ですね。はい、あとこの別のモンスターのこうちょっと可愛らしいデザインも今回入ってるんですね。はい、これもまあ実際に今アニメで普通に流れたりしてるやつなんですね。そうですね、はい、同じく登場するキャラクターになります。はい、はい、ちょっとこれでこうかな、これとか、はい、はい、で印刷、こんな感じで、マークはね、ヘッドの正サイドも高いので、はい、結構細かいねイラストも綺麗に写るっていうのが特徴なんで、ただまあこれ18ミリですね。18ミリ、はい、ですけど、まあもうちょっと幅太いと、うん、まあ、ちょっとテープの色違いますが、こんな感じでもっと綺麗に表現できたりとかいろいろできるっていうことなんですね。そうですね、はい、あとはアプリの中でですね、もうちょっと大きくしたりとかすればより、そうか、はい、細かく表現ができれば編集もできるってことですよね。はい、なるほど。これってまあなんかちょっとステッカーっぽい感じの使い方ができると思うんで、はい、ちょっとデコレーションに使ってみたりとか、はい、なんかそういった感じで使うことっていうのをちょっと想定したりするんですか？そうですね、特にこう最近ステッカーをこうスマホの裏に貼る方が多かったりとか、そういう自分のこうお気に入りのグッズにこう貼って気分を高めたりとかですね、はいはいはい、そういうところで使っていただけるようなテンプレートになります。なるほど、わかりました。次はですね、歴代のゴジラの映画タイトルのテンプレートについて紹介させていただきます。はい、ハローのアプリですと、はい、のゴジラと書いてあるテンプレートから、はいはい、3つ続けて映画ロゴのテンプレートになります。おー、たくさん入ってる。はい、あ、ですね、こっちも、はいはい、とこれですね、はい、おー、すごいたくさん入ってますね。はい、はい、こちらをですね、作成するというボタンを押していただくと、はい、はい、
あ、なるほど、はい、一気に印刷できるようになってるんですね。そうですね、一気にまとめて印刷できるようなテンプレートになってます。あ、なるほど。で、切り取り線がそうですね、それぞれのロゴの横についてるんで、はい、そこでカットしていただいてお使いいただけるような形になります。へー、はい、これなんかあの古い順とかになったりするんですか？これ一応その時系列順には並べております。並べてあるんだ、はい、あ、なるほどね。シンゴジラは一番最近のやつですもんね。そうですね、はい、うん、なる、あ、これもファンの方は結構嬉しいんじゃないですかね。うん、でこれでも印刷を押すと印刷ができるということですね、はい、なるほど。いくつかちょっとね印刷をしてきてもらったものがあるんですけど、かなり雰囲気が出てますよね、これね、タイトルの。そうですね、これあえてこう黒いラベルに白文字でやってるんですけど、黒いラベルに白文字との相性が結構いいですね。かっこいい感じになって、はい、うん、いいですよね。かなり雰囲気が出ると思います。で、うん、でちゃんとこのロゴのこのかすれの部分とかも結構ちゃんとこう表現できてるんで、かなり細かくデザインされてるなって印象ですよね。ね、はい、はい、懐かしいこのね、はい、ちょっと特撮の感じのこのフォントっていうんですか、そうですね、うん、これやっぱかなり一気に印刷するとかなり圧巻ですね。ね、はい、いいですよね。だからゴジラファンの方ね、このなんかマークもちょうど黒も出ましたし、うん、ね、あの結構ね男性の方なんかもね、ぜひこれを機にちょっと一緒に試してみて欲しいなって感じですよね、はいはい。次はですね、ゴジラフォントというのを今回搭載いたしました。ゴジラフォント、はいはい、よくあのゴジラのこういう映画のタイトルなんかにも使われているような、そういったフォントをですね今回搭載いたしました。あ、なるほどです。それをあの自分が好きな文字で打てるっていうことなんですね。そうですね、その通りです。なるほど、はい、それはいいですよね、はい、でこの今中だとどれがそれになりますか？そうですね、一番上のこれ、はい、はい、こちらのテンプレートを。あ、なるほど。なんかすごいイラストっぽいですけどね。そうですね、これ実はゴジラフォントになりまして。あ、本当だ、はい、アルバムっていうカタカナになってますね。そうですね、これ今回ゴジラフォントっていうのは実はこのカタカナと英語とあと数字、うん、はい、こちらのみになっているので、はい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 、ぜひちょっとカタカナとか英数でお使いいただければと思います。コンテンツって何ありましたね、ゼロ一とか、はい、あ、すごい、はい、アルファベットと数字がちょっと同じようなこう、うんうんうん、なんかニュアンスのフォントになってて、はい、このコンテンツってカタカナ、うん、カタカナはあの歴代のこう映画のタイトルみたいな、そうですね、フォントで表現できるというようになってるんですね、うん、はい、これいいですね。そうなんです。これはぜひちょっとお楽しみいただける要素の一つかなと思います。はい、これであと、 あのなんかラベルのこの端になんか点線ついてますよ。これ何ですか？ラベルを印刷した後に点線のところでカットしていただくと、こう岩っぽい感じのデザインになって、こうよりゴジラ感をお楽しみいただけるかなと、なるほどね、はい、思ってます。こんな感じになるってことですね。はい、こんな感じで。面白い。はい。これまでにないちょっとこういう提案もしたりして、でもなんかおしゃれでいいんじゃないですか、ちょっとこういう岩っぽい感じというかね、はい、あのなんかこう幾何模様みたいな感じになるんで、うん、まあ、ちょっとこのねラベルのデザインとかとも相まって、うんうん、ちょっとこうゴツッとした感じに、はい、そうですね、いい感じになりますよね。はい、わかりました。では最後4つ目のコンテンツのご紹介をお願いします。はい、最後はですねチビゴジラのテンプレートです。はい、はい、今まで紹介してきたゴジラはちょっとこうかっこいいめなゴジラが多かったんですけれども、すごいかわいいテンプレートたくさん入ってますね、はいはい、これはチビゴジラというキャラになりまして、はい、さっき絵文字でね紹介したやつですよね、はい、そうですね、はい、その絵文字を使ったテンプレートというのも、今回搭載しております。あ、結構たくさんありますね。こうちょっとなんか正方形のタイプとか、うんうん、普通の縦長の、まあ、ちょっとお名前付けとか、はい、そういうものをイメージしてるんですかね、はい、そうですね、うんうん、お名前付けからまたこういう可愛いですね、はいはい、あのテンプレートで、あ、可愛い、まあ、これもシール遊びみたいな形でですね、印刷して楽しんでもらえればなというふうに思います。なるほどね。あ、これはもうこれで一つのデザインになってるんですね。はい、なるほど。このテンプレートはですね、うん、5つ今ラベルが見えてると思うんですけど、はい、見えてますね。はい、これはこだわり作成ではなくて、うん、一括作成をしていただくと、はい、あ、この他のテンプレートも表示されるようになるので、一気にこう複数の種類を印刷することができます。チビゴジラとか、はい、他のモンスターの
そうですね、可愛いデザインありますね、はいはい、こうテンプレート化もされてるものもあるし、こういうふうに絵文字とか名前とかこういう組み合わせ、うんうん、効率とかかな、はいはい、これなんかだとこれはこだわりでいいのかな、はい、はい、大丈夫です。でここのイラストをさっきの、ね、そうですね、はい、書いたりして自由にお名前付けのラベルが作れたりとかっていうのもあるんですね。これは可愛いですね、うん、はい、うん、だからまあお子さんと一緒にねちょっと楽しんでもらったりとか、うん、そういうこともできそうでいいですよね。そうですね、うん、なるほど。このコンテンツなんですけれども来年の2024年の11月5日までの限定公開となりますので、なるほど、はい、それまで印刷をお楽しみいただければと思います。なるほど、はい、というわけで今回はゴジラコラボコンテンツを紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。